ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。先日突如発表されましたユニバーサルオーディオ社のオーディオインターフェース新製品アポロ X4 とアポロツイン X、 個人制作家に大人気のオーディオインターフェースアポロシリーズの最新作です。今回の動画ではこの2つの新製品とアポロシリーズの各製品の仕様をチェックし、どんな人にこの製品おすすめできるのかというのを僕なりの目線でお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずお話を聞いていただく前提として、僕のオーディオインターフェース使用遍歴についてお話ししたいと思います。初めて購入したオーディオインターフェースはデジデザインの MBOX2、次にアビット MBOX Pro 3rd Generation を購入しまして、その後、マークオブザユニコーン、モツのウルトラライト、そして、こちらに今映っております RME の Fireface UCX と、オーディオインターフェースを買い替えてきました。その他にも、モツのオーディオエクスプレスや、フォーカスライトのクラレット2プリっていう、オーディオインターフェースも仕事で使ったことがあります。アポロシリーズは使用したことがありません。ですのでこの動画っていうのはアポロシリーズを使ったことのない僕の目線で語られるものです。まあ、この動画見てる方は、アポロ買おうかな、どうしようかなって迷ってる方だと思うので、まあ、そんなあなたと同じ目線で、見たアポロシリーズの、良さ、そして、気になるところっていうのをお話ししていきたいと思いますので、そこをご了承ください。アポロシリーズの最大の特徴は、内蔵の DSP チップで UAD プラグインが運用できる点です。UAD プラグインっていうのはユニバーサルオーディオ社が開発、販売しているシミュレーション、エフェクトプラグインで、UAD 対応のハードウェアを持っていなければ使用することができません。まずは対応するハードウェアを購入し、その上で課金制で好きなプラグインをオンライン上で追加購入していくという、そういうシステムになっているんですけれども、今回発表された X4 ツイン X には EQ、コンプ、アンプシミュレーターなどの基本的なプラグインのライセンスがセットで付いてきますので、買ったその日から UAD プラグインを使用することができます。この UAD プラグイン、かなり評判がいいみたいです。めちゃくちゃ音がいい、空気感が、すごく再現されているなんていう話を聞きます。この UAD プラグインの魅力が、わかるような動画っていうのは YouTube 上でユニバーサルオーディオ社が公式で、公開しているものやいろんな、楽器店や、デモンストレーターが公開している動画ありますので、ぜひそちらをご覧ください。アポロシリーズは、今回発表されたアポロ X4、アポロツイン X を含め多数のモデルが用意されておりまして、モデルによって入出力数、そしてユニゾンプリアンプの搭載数、DSP チップのコア数などが異なります。サンダーボルト3に対応した、機種をまとめるとこんな感じです。下位機種からアロー、アポロツイン X、アポロ X4、アポロ X6、アポロ X8、アポロ X8P、アポロ X16 と、上位モデルほど DSP チップのコア数が多く、AD-DA コンバーターのグレードも上がっていきます。まあ高い方がいいものだっていうのは当然ではあるんですけれども、アポロシリーズは他社に比べてこのラインナップが複雑だという印象はあります。それでは、今回新たにラインナップに加わった2製品のうち、まずアポロツイン X からチェックしていきたいと思います。アポロツイン X は、これまで販売されていた、今も販売されているアポロツインマーク2の後継機種にあたります。入出力数や基本機能っていうのは変わらず、コンピューターとの接続がサンダーボルト2からサンダーボルト3に変更されました。さらには AD-DA コンバーターが最新のものにバージョンアップされています。アポロツインマーク2の完全上位互換と言っても、差し支えないと思います。つまり、現在アポロツインマーク2を愛用しているという方にとっては、買い替えにお金がなくなる以外のデメリットはほぼないと言えるでしょう。続いてアポロ X4、こちらはアポロツインシリーズの入出力をそれぞれほぼ倍にしたようなモデルです。
ヘッドフォンアウトと前面のハイジ入力っていうのも2つずつ用意されてるっていうのが特徴的ですね。製品のプロモーションビデオ、右上の情報ボタンからアクセスできるようにしておきますが、こちらご覧いただければわかると思いますが、小規模なアンサンブルのセルフレコーディング、あとはバンドのレコーディングのようなシチュエーションで活躍しそうなモデルです。アポロツイン X クワッドコアモデルとの価格差は約5万円。まあ5万円で入出力が倍になるっていうふうに考えると、なんかちょっとお得な気もしなくもないみたいな、絶妙な価格設定だなというふうに感じました。では、このアポロツイン X とアポロ X4、どういった人におすすめできるのか、まずアポロ X4 の方からお話ししていきます。こちらのモデルは僕は誰にもおすすめできません。僕はこの製品、日本のユーザー、日本の音楽事情には全く合っていないというふうに感じています。アポロツイン X、アポロ X4 の強みっていうのは、ホームレコーディングシステムの中核を担える高品質な製品でありながら、自宅から外に持ち出して、様々なシチュエーションで機能させることができるっていう点にあると僕は思っています。僕はこの Fireface UCX というハーフラックサイズのインターフェースをずっと使っていて、リハーサルスタジオでのセルフレコーディングに、ここからこう線を抜いて、持ち出すっていう機会も多いんですけれども、どうしても自宅でこうガチッと、いつもの定位置にセッティングしてっていう風に使う時と、外で使う時の使い勝手に差が生まれてしまうんですね。外に持ち出してその場の環境でこうセッティングして、使うと、使い勝手があんまりよろしくないと。その点、アポロツイン X やアポロ X4 のようなデスクトップインターフェースって呼ばれるようなオーディオインターフェースっていうのは、どこでも気軽に同じように、使用できるっていうのがいいところ。X4 の処理性能と入出力数っていうのは、帯に短し、タスキに流しという感じで、サイズが大きくなった分、強みであった機動力が失われてしまったように僕は感じます。日本の音楽の現場で、この入出力数の規模がハマるシチュエーションって、僕はあんまり多く想像できないんですね。これは日本っていう国がすごくせせこましい国だからっていう風に思ってます。どこに行っても空間が小さくて、この X4 の入出力をフルに活かせるシチュエーションっていうのが少ない。プロモーションの映像で見れるような、ちょっとだだっ広い部屋みたいな、そんなとこないんですね。まあ、どんな部屋でも結構狭いですし、逆にがっつりレコーディングしようってなったら、商業スタジオで大きな部屋を使うみたいな、まあ、どっちかになることが多いかなっていうふうに僕は感じます。仮にこの X4 が、これぐらいの価格で、DSP がラックタイプと同じくヘキサコア、6つのコアが、搭載されていれば、まだ検討の余地はあったかなというふうに思いますが、X4 を買うならば、ラックタイプのアポロ X6、もう1個上のモデルか、アポロツイン X、1個下のモデルを購入した方が、より良い体験ができるんじゃないかというのが僕の考えです。続いて、アポロツイン X についてお話ししていきます。アポロツインシリーズっていうのは、現代のニーズにものすごくマッチした傑作だっていうふうに僕は思っていて、オーディオインターフェースとしての機能性も素晴らしいし、それに加えて高品質な UAD プラグインが使えるようになるっていう、ものすごく魅力的な製品だっていうふうに思ってます。そもそもデスクトップタイプのオーディオインターフェースってものすごく少なくて、RME のベイビーフェイスプロや、アポジーのデュエット、カルテット、あとはアートリアのオーディオフューズ、まあ、このくらいしかないんですけれども、それらと比べるなら僕は断然アポロツイン X をおすすめします。ただ、デスクトップタイプのオーディオインターフェースに強いこだわりはないと。そうなると、機能に対して価格が高すぎるよねって話にはちょっとなってくる。オーディオインターフェースに15万かけるって相当だよねっていう話で、まだ機材があまり揃っていない初中級者にはあんまり強くおすすめできないなぁというふうに思ってしまいます。15万円使えるんであれば、そこそこのオーディオインターフェースにそこそこのスピーカーと、
そこそこのヘッドフォンとか、そこそこのマイクとか、そういうの買ってお釣りが来るくらいですので、総合的には、まあ、そういうお金の使い方をした方が、制作環境っていうのは、向上するんじゃないかなっていうふうに思います。あと、これ注意したいのが、アポロツインシリーズっていうのは、手元に置いてなんぼの製品だということです。本体をさっと触れる位置にセッティングできなければその進化を発揮することができない。本体についている、操作性の高い、大きなつまみですとか、様々なボタンですとか、そういうのを、パッパパッパ触りながら、効率よく音楽制作できるっていうのがアポロツインシリーズの強みだっていうふうに思うんですけど、僕のデスクのように鍵盤数の多いキーボード、これ88鍵のローランドの A88 というミディキーボードなんですが、こういったキーボードをデスクの上に配置するセッティングでは非常に使いづらいんですね。なぜなら、アポロツインシリーズっていうのはマイク入力の端子が後ろについているので、スピーカーケーブルも含めていろんなケーブルが本体の後ろから出ていくことになるんですね。僕が、この製品を購入した場合にはこのデスク周りの大幅なセッティングの見直しが必要になると思います。この状態ではここには、アポロツイン置けないんですよ。ここに置いちゃうとアポロツインのお尻から伸びるケーブルをどうやって這わせようっていう問題が出てきてしまう。かといってこういうところに置いてしまっては、アポロツインこうすぐ触れない状態になってしまいますので、それではもったいないと。これが、ずっとこのアポロツインシリーズ、気になりながらも購入に踏み切れない大きな要因の一つだったりします。まあ、全体的には強く購入をおすすめするような内容にはなりませんでしたが、アポロシリーズが非常に魅力的な製品であるってことは間違いありません。何より見た目かっこいいですよね。この Mac の本体の色と合わせてくるっていうのもめちゃくちゃ憎いし、ワクワク感があるというか楽しくなれる機材であるっていうのはすごく大事なことだなっていうふうに僕は考えてます。でもアポロシリーズを愛用する人も、その製品や UAD プラグインの素晴らしさっていうのは語れど、何よりも優先してこれ購入すべきだと、そういうふうにおすすめする意見っていうのはあまり聞いたことがありません。買おうと思ってる人に対してやめた方がいいよっていうつもりは全くないし、素晴らしい製品だけれども、やはり安い買い物ではないのでおすすめの仕方が難しいっていうところなんじゃないでしょうか。さらに、付け加えて言うならば、買いたい時が買い時、買い替え時とか、そういう言葉はありますけれども、アポロ X4、アポロツイン X に関しては今急いで買うのはちょっともったいないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。アポロシリーズっていうのは購入時に追加のプラグインなどのおまけがもらえるキャンペーンっていうのを頻繁に行っておりまして、この動画を公開した現在もアポロツインアナログプロモーションっていうのと、アポロラックプラスフリーサテライトプロモーションっていうキャンペーンを実施中でございます。まあ、ものすごくざっくりと説明しますと、5万円から10万円相当のおまけがついてくるっていうなかなか太っ腹なキャンペーンで、おそらく年明け半年後ぐらいになっちゃうかもしれません。早ければ、今月のブラックフライデーに絡めて新発売のアポロ X4、アポロツイン X も対象になる何らかのキャンペーンが実施されるかもしれません。まあ、推測なのでどうなるかっていうのは全くわかりませんが、キャンペーンの開始を待って、そのタイミングで購入するっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もしかしたら僕もその頃にはアポロツイン X 導入してしまっているかもしれません。いかがでしたでしょうか？少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。やっぱり欲しい。